あの本をどこへやったかの。ああ、皆さん、こりゃ嬉しい。ようこそようこそ。わしはアルバス・ダンブルドア、ホグワーツ魔法魔術学校の校長じゃ。我が校の設立は1000年以上昔、4人の偉大な魔女と魔法使いが創設した。ご存知じゃろうが、このホグワーツには魔法界の若者が魔法を学びにやってくる。用心なされ。ここでは思わぬことが起きるからの。ここにいると、マグルの世界にはいない様々なものに出くわすじゃろう。ゴースト、屋敷しもべ妖精、巨人、そしてつい今朝方逃げたというドラゴン。どうもこの部屋に不安が漂っておるな。会うのが怖いんじゃな。例のあの人に。ならば一つ助言しておこう。名を恐れるのはそのものへの恐怖を増すだけじゃ。ヴォルデモートは恐怖を糧に力を増す。人はいつか決断を迫られる時が来る。どちらを取るか、正しい道か楽な道か、その選択が人を形づく。迷ったら心に従うという。それで間違うことはめったにないからの。さて、よいかな。闇の魔術に対する防衛術の教室へ進んで。だが、闇の魔術に対する防衛術の先生は不在じゃ。みんな長続きしないのでな。そこで我が校でも名高き魔法師のピズ先生が、ホグワーツの数世紀にわたる歴史について余すところなく語ってくださる。この授業じゃが、なんというか長い。この先も存分に楽しんでな。ああ、そうそう、マシドラゴンを見かけたら板橋を書き留めて職員に報告してくれるかの。よろしくな。